それだけ大勢の皆さんがメディアに騙されずやってきてくれたこと、本当に嬉しく思います。であれば、そこからもう一歩だけ足を進めて、ぜひ投票に足を運んでください。めんどくさいじゃないんですよ。あなたたちの、ね、未来を決める、これ嫌が応でも次の4年間はね、都知事、新しい都知事、新しい都政の下で我々東京都民は過ごさなければならないんです。このね、4年間どうします？皆さん、小池百合子候補がいいですか？増田博也候補がいいですか？鳥越俊太郎候補がいいですか？先ほどの新宿でも申し上げました、一人はね、移民1000万人、介護職として外国人を受け入れるんですと、それは移民じゃありませんなんていうね、子供だまし、こんなことを言ってるですね、候補者、あるいはね、移民3000万人を受け入れようと言ってる候補者、あるいは韓国にね、日本はひどいことしたんだ、だから日本人は韓国に対して償いをしなければならないと言ってる候補者、反日、売国奴、もうそれ以外の言葉がないんですよ。そんな人たちにね、そんな人たちにあなたたちは一票投じたいですか？投じますか？投じるんだったら投じていい、投じていいけれどもね、その代わり彼らが、彼女がね、都知事になった場合、絶対に文句を言うな。おそらくね、小池百合子候補が今のところ一番人気です。この人がですね、都知事になれば韓国に対して非常に融和的な政策を取るでしょう。そして外国人をね、どうぞどうぞいらっしゃいと受け入れる。でもその危険性、極めて危険なんだということに気がついていただきたいと思います。先ほど言った通りです。今この東京都政から韓国問題、東京都政における外国人問題を根本から変えることができるのは桜井誠ただ一人でございます。今日はこのことを訴えまして、高田馬場早稲田別で街頭活動を行わさせていただきました。最後までご清聴誠にありがとうございました。